リカルド・ジュリオ・ビジャは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、ロケ・ペレス出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。リッキーの愛称で知られる。キルメス AC でキャリアをスタートさせると、アトレティコ・トゥクマン・ニラ・シン・クラブといった、アルゼンチンのクラブを渡り歩き、活躍した。1978年にトッテナム・ホットスパー、FC へ。 東京のオズワルド・アルディレスと共に移籍した。デビュー戦となったノッティンガム・フォレスト FC 戦でゴールを決めるなどすぐさまレギュラーをつかんだ。1981年の FA カップ決勝では8分に先制ゴール、76分に逆転ゴールを決め3から2での優勝に大きく貢献した。トッテナムでは公式戦通算179試合に出場し、25ゴールを決めた。 1983年、フォークランド紛争の影響もあり、トッテナムを退団。その後、アメリカ、コロンビアのクラブを経た後、アルゼンチンのデフェンサイフスティシアに所属していた1989年に、現役を引退した。2008年2月には、アルディレスと共にトッテナムホットスパー FC の殿堂入りを果たした。アトレティコ・トゥクマンに所属していた1975年に、 サッカーアルゼンチン代表に初招集されると、1978年には 1978FIFA ワールドカップの代表メンバーに選ばれた。アルゼンチン代表は初優勝し、自身は2試合に出場した。ありがとうございます。